はい、ありがとうございます。先ほどまでは村上さんが国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから JICA 海外協力隊に応募したきっかけっていうところまで、はい、お聞きしたんですけど、はい、この動画では JICA、はい、海外協力隊で何をしたのかっていうところをお伺いしたいなって思ってます。もともとはね、はい、海の国に行きたいなって思ったんだけど、はい、行けなかったと。でボツワナ行きました、はい、でボツワナ行った時の要請内容を聞きたいんですけど、はい、要請は何だったんですか？2つ大きかって、うん、1つは国内での普及で、もう1つはあの2018年だったんで2020年の東京オリンピックに向けたナショナルチームの強化っていう感じで、はい、ちなみになんですけど、はい、村上さんが配属されたところっていうのは、はい、なんていう所属団体だったんですか？ボツワナ柔道連盟です。あ、ガチのところなんですね。1つしかないですよ、道場が。でもそこにナショナルチームあるんですね、はい、ナショナルチームあります。なるほど。でも子どもたちもナショナルチームと一緒に練習してます。なるほど、はい、じゃあそれで、はい、まあ、ナショナルチームの強化と国内の普及っていうところ、はい、この2つで行ったわけですよね、はい、じゃあその2年間で村上さんは何されたんですか？はい、その2年間はオリンピックに向けて試合でどう勝つかっていうのはすごい意識してナショナルチームには指導してました。それは村上さんが実際に、はい、まあ、組んで、はい、本気でやるみたいな、はい、自分も練習に入って本気でやります。で、まあ、一番最初思ったのは柔道って右組左組ってあるんですけど、はいはい、全員右組で、はいはい、で自分左組手なんですよ。なんで対左とほぼ対戦したことがない。なるほど。それは最初すごい思って、なので、はい、ずっと右対右ばっかで練習して、自分左なので自分からしたら超やりやすい、はい、あっちが左とどうやってやるのかわからない、はい、でも自分以外左の選手がいなくて、でも海外の大会行った時はやっぱ左もいる。なんでこれはちょっと弱点だなと思って、だからといって左組手を増やそうっていうわけにもいかないので、やっぱり外に出ていっぱい練習したいなっていう、ずっとこう連盟に喋ってて、海外の試合とか海外での合宿とかそういうのにいっぱい行って、はい、いろんな人とやんないとやっぱりオリンピック目指す上でちょっと難しいのかなっていうのは思ってて、ずっとそれは連盟と話してやってました。あ、そうなんですね、はい、そこが課題だったとか、はい、やっぱり経験値がやっぱ足りなかったんで、ね、経験値は大きいですね。はい、その2年間の中で、はい、外の人たちと試合する機会ありました？それは何回か行ったんですけども。へー、はい、そうなんですね。どこの国と会ったんですか？アフリカ選手権とか、あ、世界選手権も出たんで、はいはいはい、そういった大会出て海外遠征っていうのも一緒に何回か行って、それは業務の一環として行ったってことですよね、はい、そうです。試合で行ったのは南アフリカのケープタウン、モロッコと日本ですね。日本帰国したのも業務で一応帰ってきました。え、それはボツワナの選手も一緒に、はい、一緒に日本に1位、はい、世界選手権が日本でやったので、日本武道館で、はい、そうなんだ、はい、めっちゃいいっすね、はい、なかなか経験できない。すごいな。え、実際どうでした？モロッコにも行ったし、はい、南アフリカにも行ったし、はい、日本にも行ったと思うんですけど、はい、数をこなすごとに、はい、ボツワナのナショナルチームのメンバーは強くなっていきました、はい、ちょっとずつは多分強くなってると思うんですけども、やっぱりレベルがやっぱ3つも4つも上の選手とやってるので、はいはい、その差が縮まったかどうかっていうのはあまり分かりづらいです、ね、特に柔道っていうのは陸上だとタイムとかで自分の強さの数値が見えるんですけど、柔道ってやっぱり対相手なので、勝つ負けるしかない、ね、はい、勝つ負けるでやっぱり負け負けって続くと分かりづらいし、毎回対戦って変わるので、なんかあまり実感はなかったんですけども、普段の練習みたいに強くなってるんですけども、やっぱり海外にしていくとなかなか差があるので、自信をみんななくすんですけども、ちょっとずつは絶対強くなっていってたと思います。なるほど。ナショナルチームのメンバーに対しての強化っていうところは、はい、そういう形でアプローチして、はい、普及に関してはどうですか？普及に関しては、うん、活動としては近隣の小学校にマット持って行って、はい、柔道に持って行って柔道教室みたいな感じで、それはもうナショナルの選手とかも一緒に連れて行って、はい、後々はやっぱりその人たちが指導者になっていくので、はい、そういうのも含めて面白いですね、はい、実際全く柔道に絡んでない人が柔道着を着てやるわけじゃないですか、はい、感想とか、はい、どんな感じでした？いや、もうすごいです。自分が一回投げるのとか見せると、はい、もう興奮してますね。あ、そうなんですか、ね、はい、いろんなこうパターンの技を見せると、うん、なんだこれはみたいなこう感じ。あんな投げ方日常使わないもんね、はい、確かにそれはなんかこう、うん、嬉しかったですね。これはなんだ、これ教えてくれよっていう目とかがキラキラして、で俺もやりたい俺もやりたい、でもマットに入りきらないぐらい子供たちが集まってきてっていう感じだったので。あ、そうなんですね、ありがとうございます、はい、ちょっと視点変えて、はい、国のこと聞いてみ、ああ、はい、ですけど、ボツワナは海がないっていうのは聞いたんですけど、はい、どんな国なんですか？安全なんですか？アフリカの中で治安で言ったら、うん、本当にすごい安全です。
ボツワナって何があるんですか？動物。動物か。動物と湿地帯が北の方に行くとある。湿地帯？はい。へえ。でその湿地帯とかにイギリスのヘンリー王子とかが新婚旅行とかで来てるくらいの観光地はあります。そうなんですか？有名な話です、ボツワナの中では。ボツワナって住みやすいところですか？はい、あ、超住みやすいです。え、温度は暑い？暑いです。あ、暑いですね。はい。でも冬は寒いです。南アフリカの隣なので冬はダウンとかストーブ必要ですね。え、ストーブも必要なんですか？はい、ただ日中はでも30度ぐらいまで行きます。でも朝晩は本当に寒いです、ね、やば、それ住みやすくないじゃないですか。でもそれが7月8月なんですよ、はいはいはい、でクリスマス正月が青森だと大雪なのに40何度とかになるぐらいの暑さになっていう真逆ですね。なるほどですね、はい、実際2年間、はい、ほぼ初海外と行ってもいいじゃないですか、はいはい、2年間いました？1年と9ヶ月ぐらいですかね。あれ残り3ヶ月どうしたんですか？はあのコロナのパンデミックで。そうなんだ。じゃあ厳密に言うと1年9ヶ月ぐらいなんですね。厳密に言うとそうですね、はい、じゃあその中で、はい、これだけはすごいもう思い出には残ってるわみたいなのってあります？柔道やった日常がやっぱり楽しかったなっていう。そうなんですね。で、やっぱり自分英語本当にできないで、はい、協力隊の訓練所行って一番下のクラスで泣きながら英語勉強した人だったので、はい、で行って英語できなくて最初とか大変だなと思ったんですけど、周りにこう柔道の仲間がこういろいろサポートしてくれて、はいはい、最終的にはやっぱ不自由なく周りの仲間っていうか、うん、生徒とかに助けてもらって、柔道でできた友達で言語は最初通じなくて全く違うところに住んでるアフリカ人だけど、うん、柔道でこんなに繋がれるんだっていうのはすごい感動したというか、あ、はい、それこそ村上さんが日本にいた時に、はい、ブラジルのパラリンピック選手が来られた通り、はい、言語じゃなくても柔道で語ることができるみたいなのが体験できるわけですね、はいはい、改めてなんかそれを感じて、はい、本当に第二の故郷ができたような感じですね。なるほど、じゃあ、はい、ボツワナ好きになっちゃったわけですね。大好きですね。食事とか合いました？あ、食事はもう大好きです。あ、そうなんですか、はい、向こうの食事は何なんですか？はい、ご飯もありますし、国によって違うと思うんですけど、トウモロコシのこねたやつ、はいはい、そういうのも食べますし、一番美味しいのは牛肉がすごい、肉類が美味しいですね。いいですね、はい、たまに食べたくなる時ありますね。ありますあります。ちなみに、はい、危ないことはなかったんですか？危ない目には合わなかったですね、幸い、うん、はい、でもボツワナで一番死にそうと思ったのはお腹を壊した時普通に生活してて特に行って最初の2週間目ぐらいで、そうなんだ、すごいのが来て、もうそれは日本にいた時の感じられないぐらいの、感じられないくらいの、はい、催しだった、はい、死ぬかと思いました。え、それは、はい、単純に下痢ですか？単純、いや、吐き気はなかったですね。本当にお腹死ぬかと思いました。あ、それは熱も出ましたね。あ、そうなんですか、はい、え、それどうやって解消したの？薬をあまり飲みすぎると下痢止めとかを飲んでしまうと、ね、残っちゃうのでやっぱり飲むなって言われるじゃないですか。出せ、出せ、水をいっぱい飲めと。で、水を飲んで水を飲んで水を飲んで治らなくて、はい、で現地のジャイカ事務所の現地人に死にそうって言ったら、はいはいはい、コーラを飲めと。コーラ、はいはい、コカコーラ2リットルガム飲みしろと言われて、はいはいはい、なんじゃそれって思って、はい、飲んだんですよ、はい、そしたら治りました。マジ、はい、怖っ。すごいですね。でもこれ調べたんですよ、はい、みんなも調べればいいと思いますけど出てきます。え、そうなの？コーラ腹痛治るとか。日本語で調べて治る？で出てきます。え、マジ？はい、あるんだと思って、そっからはその治し方を知ったので、ちょくちょく来た何かわからないお腹を痛めつける細菌なのか何なのかわかんないですけど、その時はもうコーラガブ飲みしてました。なるほど、はい、でも約2年間ですね、はい、自分としてはめっちゃ良かったというふうに考えた感じですね、はいはい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、この動画ではジャック海外協力隊で、はい、ボツワナ行って何をしたのか、はい、みたいな部分をお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画では、はい、まあ、その経験を経て今村上さんが何をしようとしているのかの部分をお話をお伺いしたいなと思ってます、はいはいはい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。